こんばんは。付箋が出っぱなしだ。え、なんか書き忘れたとか。え、待って待って。てかさっきの配信の時にさ、ちょっと待って。書き忘れ、書いてない人いたっけ？ギリギリな人、時間なくって書けなかったって人いたっけ？さっき掃除してたからちょっと分かんなくなっちゃった。メイクまだ下地しかやってない。終わんなかった。やってない、まだちゃんと終わってない。さっき終わる直前ぐらいに投げてくださった方いたっけ？さっきは分かんなくなった。いたっけ？さっきもういろいろしてたら、いや付箋が出てたからさ、あれ私書くつもりで出してたっけと思って。あ、いたか。じゃああれだな、書かない。だからか、私が付箋出してたの。でもこれ違う付箋だな。こっちじゃないな。福山さんか。もういろいろしてたら忘れてた。ごめんね。書こう。今から。書くの忘れてた。ピンク。なんか点がついてる。あれかな、前回書いた時に裏写りしちゃったから。いるかな。わかんないけど。国陽さん、さっきコマトありがとうございました。さっきの配信で。あ、危ない。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。よし、さっきさ、任天堂オンラインの確認したのね。いつまでだっけと思って。で、明日までだった。明日まで。今日6日目だった。ちょうどよかった。明日入ろう。今日オール決定。なんでオールしないよ。しないよ、さすがに。イベント期間中はできないよ。くっついたかな。ありがとうございます。よいしょ。
かさ扇風機つけないとちょっと暑いんだよな。つけてないけど今涼しいかなって思ったけど、今日ちょっと涼しいからさいけるかなと思ったけど、つけなかったら暑いんだよな。ちょっとだけ壊れてないよ。あるよ、あるんだけど持ってきてないだけで。持ってこようかな。確かに今日ね、湿度とか雨降ってるから。よいしょ、そう、なんかめっちゃ暑いわけではないんだけど、少しね、少し暑いみたいな。扇風機つけないとってぐらい。ぬるぬる全部食べ、さっきのやつ全部食べたよ。食べた。明日はこれ食べようかな。蒙古タンメンの北極ラーメン、めっちゃ辛そう。買ったはいいけど見て真っ赤。楽しみ。でも辛オイル大辛い。これはね、まあ食べたことないんだよね。普通のやつ一回だけ、普通のもうこたまにセブンで売ってるやつ、あれ一回だけ食べたことある。何年か前に久しぶりに食べる。だから北極にしてみた。辛いの食べたくて。やばそうこれ。でも見た目がだって見てよ、このこの赤さ。どっちが赤いんだろうな。プルタックポックミョンと一緒ぐらい。辛さによる刺激が大変強いので十分注意して召し上がりくださいって大変強い刺激が。自分で辛さ調節できるんじゃない、このオイル。でも多分全部入れた方がいいそう。これは全部入れたい。私は全部入れるけど分かんないけど。どんぐらい辛いんだろう、ほんと分かんない。これむせるの、そんなするとむせるから。そんなに辛いんだ。楽しみだけどちょっと怖いわ。温泉の中華車いつ、あさってかしあさってくらい。最終日かその前の日かどっちかで作ろうかな。毎日1個やるわ。じゃないとイベント期間中に全部作る。したこれ北極ラーメン美味しそう。
いカレーを、辛いカレーを頼む。辛いカレーはちょっと今ないから、またじゃあいつかあったらね。あ、そう、お昼に食べる。お昼、明日のお昼の配信12時15分から、多分する。お昼多分。人はできるはず。普通の人もか。あ、ヨーグルト飲む。ヨーグルトないな。でもヨーグルトあるから、牛乳とヨーグルトと砂糖でラッシー作るとか。作ると思う。作れるけど、蜂蜜かな。ラッシー入れるの。でも合うかな、この北極ラーメンにラッシーってどう思う。微妙かな。カレーの時食べた、食べて飲んだりするじゃん、らしい。うん、12分ありがとう。ランキングも13位からランキング読みます。13位とわさんありがとうございます。12位ひがっちさんありがとうございます。11位すべての出会いに感謝さんありがとうございます。10位としのりさんありがとうございます。9位ものものさんありがとうございます。8位ゆうさんありがとうございます。7位岩井さんありがとうございます。6位あきさんありがとうございます。5位、 8位、 違うな、ハレンチアットマーク台風被害がすごい外被害ハレンチさんかな。トマークの後は出てこないので、ごめんなさい。ハレンチさんありがとうございます。4位さくらおさんありがとうございます。3位ゆきさんありがとうございます。2位、なんでか、あ、ああ、超えちゃった。13位かも、かもか、ごめんね。13位かも、超えます。13位としのりさんありがとうございます。12位クールさんありがとうございます。11位ゆうさんありがとうございます。10位岩井さんありがとうございます。9位ものものさんありがとうございます。8位あきさんありがとうございます。2位ハレンチさんありがとうございます。6位すべての出会いに感謝さんありがとうございます。5位さくらさんありがとうございます。4位ゆきさんありがとうございます。3位がかずさんで合ってる、読み方違うのかな、かずさんかな、ありがとうございます。2位博多バリカタマンさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ちょっと時間が不安になった。ありがとうございました。次の配信は20時からです。次は20時から、次は30分ですね。メイクしてこよう。じゃあそろそろ時間なので、ありがとうございました。また後で。またね、ありがとう。またね。